誕生日なんですよ。ね、日付変わって11月7日誕生日なんです。で、39歳なんですね。で、まあそれに関してはね、どうやら、火曜日に39歳になるっていうことに関しては情報入ってたんで、そんなには驚かないんですけど、ね。今、ふーって思ったのが、俺、親父が30歳の時の子だから、親父が39歳の時って俺9歳で、9歳って小学校3年じゃん。で、小学校3年ぐらいの時の親父なんてもう記憶バリバリあるじゃん。結構おっさんだったよ。やつ。4児の父だった、あいつは。39歳で。で、今、なんか、またソフトオンデマンドのプロモーターの人がさ、エロ DVD をすごい持ってきてくれた。お誕生日おめでとう、エロ DVD をものすごい持ってきてくれてさ、今俺の前にいろいろあるわけ。この、全裸大全とかさ。なんかそんな、渋谷ギャルに金を払って友達で一番いい子を呼び出してやる。的なやつをもらってさ、あいつ、たかし、俺の親父、ね、たかしって、そんなだったのか ?39 歳。全然そこが同一にならないんだよね。39の親父。なんか、あれだぜ、子供の運動会でハッスルしたりしてたぜ、うちの親父とか。ね。んで、なんか、家にさ、うちらサラリーマンだったからさ、その、会社のさ、部下みたいな人がさ、来て、ああ、ここが部長代理のお宅ですか、なんて言いながら、まあまあね、猫の額頃だけど、一応庭もあるんだよ、すげえなぁ、なんて、こんないつまでエコーかけてればいいのかもわからないよ、俺わかんねえよ、39歳にもらって、いつまでエコーかけてればいいのかもわからねえよ、もう月曜ジャンク、伊集院光る、深夜のバカ力から。子供の教育のことで、お袋とかと、こう、口論したりとか、ね、喧嘩したりとかしてるの見たことあるけど、なんかこう、いや、うちも神さん一応いるからさ、神さんとまあ喧嘩したりはするけどさ、その喧嘩も別にほら、子供のこととかじゃなくて、おめえはあればあるだけ冷蔵庫の豆缶を食うな、みたいな話されて、4個あったら4個食えって意味じゃねえじゃん、みたいなさ、そんな、俺は豆缶の1個2個でガタガタ言われるような稼ぎじゃねえだろ、みたいな、そういう喧嘩なんだよね。なんだよ、39歳って。うちの親父39歳の時に、べっこうみたいなメガネかけてたもん、なんか。べっこう。それもあれだよ、べっこうって言うと、イコール、翔平チックなの思いつくでしょ。じゃなくて、黒っぽいべっこうのメガネとかかけてて、七三だったんだよ、うちの親父。なんだろう、ネクタイ締めてたし。あ、それと家にいる時に、家にいる時は、捨ててこ入ってたよ、捨ててこ。捨ててこなんてもっと先だよな。今俺の自覚から言うと、捨ててこしっくり来るまでにもう10年はいるって。もう11、2年いるって。だって今俺が、ね、今日こう話すのにさ、捨ててこと、あと、ラクダのシャツ着てましたよ、うちの親父。もう俺小3の時には、ラクダのシャツを着てたら、全然着こなせてないでしょ。多分みんな見てコスプレ感覚でしか見ないでしょ。なんか、伊集院さんコントチックにふざけてんだと思うじゃん。うちの親父ビシッと普通だった。普通に、ラクダと捨ててこだったよ。うわぁ、なんだろう。似たような遺伝子入ってるわけでしょ、うちの親父と俺と。ね。で、39歳で、生後39年目でなんでこんな違うんだろう。39、まあそうか、39。うちの親父一時期ちょびひげ生やしてたぜ。小学校の時の写真とか、ふざけずに、スタイルとして普通にちょびひげを生やしてたし、名刺持ってたしね。そうだよ。なんか親父の会社になんかさ連れてかれたりとかするときあってさ、
なんかこう学校の宿題とかで親どういう風に働いてるみたいなのをこう調べてこいとかって言われて、でそのうちのその親父にそんな話したら、じゃあ普通の平日はダメだけどこう土曜日に来たどうだみたいなことやって行ったりすると、なんかお田中部長代理なんてみんなに言われたりとかして、これうちのせがれだよなんてやってたじゃんあいつ。うわ39ってそんな39ってなんだよこの差は。俺だって38歳最後の夜の過ごし方なんて、昨日なんて夜あんま眠れなくて、したらちょっとこう体動かしたいなと思ってバットを素振りしようかなと、バットの素振りやろうと思って、夜中の3時ぐらいにのそのそこう起き出して、で下ガラパントランクスで、上はこうジャージの上だけ羽織ったぐらいでいいやなんつって表出てきてさ、こうバット振ってたらさ、なんか目標が欲しいじゃん。で家の前のところにちょっとしたこう花の植えてあるところがあってさ、その枝の先っぽにピチッて行くとちょっとなんかこう目標があって打ちやすいじゃん。それをピチッてやったらさ、こうちぎれたりとかするから、次の枝をこうピチッてやって、すげえ疲れたと思って寝て、したら朝の6時ぐらいに家の前の火山が大変なことになってるよって神さんにお前だろーみたいなこと言われて、すいませんすいませんみたいな、ついピチピチってやって、うちの親父そんなじゃなかったよな39な。うわなんかしっくりこねえな39、すげえ着心地悪い、なんかもうすごい39ぐらいが多分ね一番着心地悪いんですよこれ。こうこれが60とかだったらば、もうなんかこうそういう60の佇まいに勝手に体の方がなるじゃないですか。なんか加齢臭とかもすげえ出てると思うんですよ、俺止めようと思っても出てて、もう諦めざるを得ない感じになってると思うんですけど、39ぐらいはなんかこ う若ぶっていようと思えば若ぶってもいられるし、年取っちゃおうと思えば年取っちゃえもするぐらいの年じゃないですか。なんだコールドスリープとかでもう10年ぐらいもういいよ俺、この39から49ぐらいの10年ぐらいなんか落ち着かねえからもういいわ。まあ一応じゃあ曲歌ってて、俺39でこれから秋葉原48とか言うんだぜ俺、言葉に出して。うちの親父とか全然言ってねえかんね、うちの親父39の時全然言ってねえ秋葉原48、会いたかっただって、別に誰も会いたくねえのに、誰も会いたくねえのに曲名で、秋葉原 AKB48 で会いたかった。39歳、あそうか、今さ聞いてる人は大体何歳ぐらいなのかあんまよくわかんないけど、うちは別にその年齢的なものよりも、なんていうの、聞いてるのが年齢層で分かれてる番組じゃないや。世間にどれぐらい爪弾きになってるかで大体、分布が決まって、決まってますから、一応友達と呼べる人間過去に3人以下っていう、そういうカテゴリーでなってますから、まあまあその辺は分かりませんけど、だけどさ、ほら、ハガキとか見てる限りは高校生とかもいますからね。高校2年生とか1年生とかいるわけでしょ。そういうさ、16、7ぐらいから見たらさ、39って果てしなく親父だろ、もう。ステッキ持ってんだろ、ステッキ。ちょうど持つところがさ、鳥の手になってる。わしの手みたいになってる、ステッキをもう持ってる感じで、バーとかに行ってるだろ、俺。行ってなきゃいけねえ39歳だろうが。うわぁ、39歳のあるべき姿みたいやつ、一応ファックスもらっとく ?39 歳。あれだろ、普通の世の39歳はあれだろ、長女の所長を大々的に祝って嫌われたりとか、デリカシーがないみたいな、そろそろすごい嫌な人の、なんかな、もうあの人いるなんて言われて家帰るなり、でいて、ちょっと、なんつってな、で、あの人のお父さんって言いなさいなんつって、あの人あの人よなんて言われて、あの人の下着と、あの人の、私の下着とあの人のうんこ一緒に洗わないでね、みたいな。そんなこととか言われてたりとかするとかだよな。あと、中学か私立行くの行かねえのみたいなことの相談とか乗ったりするんだろ。知るか、そんなこと。こっち知ったことは、そんなことな。わかんねえもん、そんなのな。あと、いじめ問題に頭を悩ましたりとか、子供のいじめ問題に頭を悩ましたりとかするのが、
世間の39歳じゃねえの、クラウン飲んじゃねえの、なんかわかんないけどクラウン飲んじゃねえの、もう39歳。こっちとらチャリ乗ってっけどさ、もう毎日のようにチャリ乗ってええこらええこら言ってっけど、やべえよ、39歳なのにクラウン乗ってねえよ。自動車免許がねえよ。自動車免許が全然、一切ねえよ、おい。これなんだよ、これよ。尿道結石とかなんなきゃいけねえんじゃねえの ?39 歳は。39歳にもなったら、痛い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 なんつって、これ尿道結石ですね、なんつって、カツンって出たとかなんじゃねえの、そういうのに。うわぁ、俺そういうの全然ねえべ。一応ちょっとモデル39歳はどういうもんで、39歳、イメージでいいですよ。イメージでいいですよ。皆さんが思う、今何歳だと、あなた何歳で、39歳ぐらいっていうのは、こういうのをやってないといけませんよ、みたいのを、くださいね。東京03-5562-9540、東京03-5562-9540で、待ってます。うわぁ、39歳。もうあれかね、娘は一緒に風呂入ってくれなかったりするのかね。お父さん、もうお父さん気持ち悪いっつって。お父さん気持ち悪い、うわ、ほんと気持ち悪いわ。お父さんなんか、もう、存在が気持ち悪い。お父さんお父さんじゃない抜きにして、じゃあ、あれで、わかりやすく言うと、もう、篠岡健っていう人が、ごめんなさい。気持ち悪い。なんでそいつ食わしてやってんだ、俺。なんでそんなものに飯を与えたりとかしてんだよ。生活費を与えたりとか。やだな、俺なぁ。そうか。もうすぐ40だもんなぁ。あ、俺は、小学校3年の時、2年から3年にかけてぐらいの時に、うちの親父にしてもらったことは、まあ、学校で、こう、日本の授業をするのって何歳ぐらい?こう、最初なんか私たちの荒川区みたいなのやって、私たちの東京都みたいなのやって、なんか私たちの日本みたいなこう社会に福読本が入った頃だと思うんだけど、なんかこう学校で日本ということについて習った時に、四国っていうものが、まあ、あるよっていう。で、それがしっくり来なくて、なんかこう、四国に対して大いなる疑いを、なんかみんなで口裏合わしてると。なんかこう、みんなでこう、口裏合わして四国ってのがあるある言ってるけれども、なんか、ま、九州はありそうだけど、四国はどうも、これそうとしか言えないで、その時の感じは。九州に関しては、結構納得いったんだけど、四国っていうのはどう、もうみんなに、もうクラスのみんなはもう学校の先生が言うがままに四国ってやつがあるっていうことを信じてるけど、ちょっと待ってくれと。ね。言ってねえのにっていう、お前ら言ってねえのになんだよっていうことになっちゃって、まあ、まあ、その頃からちょっと痛い子だったんだろうなとは思うんすけど、で、まあ、ちょっと何日かちょっとご飯の味があんましなくなってきちゃって、あんまりに四国のことばっか考えてたら、なんかご飯がもうしょっぱいんだか甘いんだか全然わかんなくなっちゃって。んで、江戸紫をすごいよご飯に乗っけてんだけど、そんなしょっぱくねえって、お母さんそれ毒用なんだ。でもあんま味がないから、なんつって、どうしたの?なんか悩みでもあんの?実は四国の件なんだけど、みたいなんで、ね、親に切り出したら、うちの親父が、なんかさぞ相当心配して、じゃあ四国に行こうっつ、四国に行ってあるということを確認すれば大丈夫だからっつって、んで四国に行ったのよ。それでまあ何駅かわかんないけど、多分駅降りたと思うんですけど、ほらちゃんと四国はここが四国なんだよみたいなことを言われて、すげえほっとして、でその先別に目標がないから四国旅行は全然面白くなかった。四国があることを確認できただけで、四国旅行何したかも全然覚えてないんですけど、それが39歳の時の親父にやってもらった一番でかいことなんですよ。でも今もし俺に小学校3年生の子供がいて、そんなこと、もうぶっ飛ば、顔蹴ってやりますよ。まあ法律でダメでしょうから、実際には蹴りませんけれども、顔蹴ってやりたいぐらいですよ。わけのわからないことをしのごの言うなって思うけど、39歳の時のうちの親父は付き合ってくれたな、それはな。で、まあ、普通の、順繰りで言うと、まあ、俺はほら、
兄貴がいて姉貴がいて俺だから3番目の子だからちょっと遅いですけど、まあ普通で言うと多分27、8でしょ今。男子だと27、8で長男坊生まれたりするから、するのが多分俺の思う標準の大体順繰りだと思う、順番だと思うんで、そうすると、まあ11、2歳ぐらいの子供が、長男が、小学校5、6年ぐらいだと思うんですよ。ね。で、小学校5、6年の時にはもう俺家族旅行とか嫌だとか言い出してっからね。顔蹴ってりゃいいんだよ、うちの親父も。ちっともそういうことしないからさ、うちの親父もお袋も、行きたくないならしょうがないわね、みたいなことを甘やかしすぎだよね。良くないよね。ぶっ飛ばしてやりゃいいんだよ、そんなものはどう考えたって。そうだよなぁ。まあまあまあ、そういうことでですね、ちょっと39って全然、番組始まるまで意識してなかったんだけど、始まる5分前ぐらいから俺今39に関してちょっといろいろ心揺れてるよ、心が。ファックス、ペンネーム、ここはグリーンスタジアム、39歳のあるべき姿。ね。タバコの空き箱で傘を作り始めるっていうのが39歳の趣味ってそんなだっけ？そんなか。そうなんだよね。いや、最近すごい思うのはさ、なんかこう、プレステ3が高えだとかさ、最近のゲームがつまんねえとかさ、そういうことブジブジ言ってるわけですよ。俺、面白いと思うバラエティ番組がねえとかさ、エンタに出てる芸人全員死ねばいいとかさ、そんなのってさ、39歳になったら言わないことっていうか、関係ねえんだよね。どんだけタバコの空き箱で傘が上手に作れるかの話で、むしろ、急にデザイン変えてんじゃねえよ、先輩校舎みたいな、JT が、マルボロメンソールのちょっと箱の大きさ変えちゃったからさ、もう温まくるよ、みたいのが、39歳の文句言うとこだよね。だって、この本名 OK 内田さん、世の39歳といえば息子がいてポケットモンスターのダイヤモンドとかパールとかやってるんじゃないでしょうかって書いたんだけど、ほら、ゲームを選ぶのも自分基準じゃもうない年だもんね。自分が面白いとか面白くねえとか言えないでしょ？なんか、息子との会話のためにでしょ？なんか。そういうやつでしょ？なんか、息子がほとんど、さっき言ったような理由でさ、なんかイラってくるために顔面蹴ったりしてるからさ、息子がほとんど俺の顔を見て喋ってくんねえから、それの絆を取り戻すためのポケモンでしょ？俺が面白いとか面白くないとかじゃないもんね。あと、港とか青緑、39歳らしい行動。愛人の携帯番号を男名前で登録ですよ。男名前で書いてあるでしょ？基本。AKB48 とか言ってる場合じゃないよ。島津豊とかで書けてる曲も。39歳のパーソナリティなんていうのは AKB なんちゃらなんか書けませんよ。ね。爪を立てたい的な音に合わせて、まあ最近ですね、タバコで傘を作ってるんですけれども、トークですよ、それが。4本目のアンブレラができまして、的なやつを喋ってるのが39歳のあるべきとこだね。あと、同じ顔を見てる39歳らしい行動。ブリーフ回帰。そうですよ。ブリーフ戻りですよ。ブリーフ戻り。ね。中学校の終わりぐらいで、その、一旦ガラパン時代が来るじゃないですか。で、その後、僕そこで止まっちゃってんですけど、その後に、色ブリーフ時代が来るじゃないですか。色ブリーフ、紺とか、黒とか、下手すりゃなんか、赤なんだけど、エッジっていうかこう、縫い目は黒みたいな、ああいうかっこいいブリーフ時代が来てからの、要は、39歳は白ブリーフ回帰だよね。白ブリ回帰。うん。うちの親父もそれだった気がするもん、39歳ぐらい。そうね、白ブリだった気するもんな。それをまだガラパンですよ、まだガラパン。全然ですよ、これ。そうか。なんかそうやって考えると、俺何やってんだろう。何を俺は今やるべき時に来てんだろうな。なんかだって
当たり前だよね。なんかお笑いとかが、自分がお笑いになっていきさつを考えても、39歳のやつなんか笑わせようとしてねえよ。俺絶対自分がお笑いになってテレビ出たいと思った時にターゲットにしてた人なんて、基本的にはまだその時なんか俺大学生コンプレックスがすごいあったから、大学生が面白いと思うように一生懸命多分お笑いをやってたと思うんですよ。そうやって考えたら、そんな新人の笑いの人が39歳の俺のツボに来るようなことなんか一切言いたくないよね。一切言いたくないです。バカテンポだよねそれ、どう考えてもね。そうですか、そうですか、だんだん解けちゃいけない謎が解けてきましたよ。39歳ファックスですけども、本名 OK 伊藤潤。若い女の子がみんな可愛く見えるようになる。俺これ真逆なんだよね。みんなムカつく。なんだろう、もうじゃあ一個通り越しておじいちゃんみたいになってるのかな、みたいな。なんか腹立たねえか。なんかもうこう若い女の子のトーンみたいなものに顔面蹴りたくしょうがないんだよ。お前を顔面蹴んなきゃもうわかんねえんだろうなっていう感じするね。それからですね、これわかるな。ラジオネームかぶっち。今のちょっと似てんだけど、アイドルがみんな同じに見えるようになるってのはすんごいわかる。もう全然何の区別もつかねえもん、全然。で、同じことをずっと聞く。うちの神さんとかがこう見てると、この子なんつんだっけ、この子なんつんだっけって言って、何度も聞く。堀北なんだっけみたいな。堀北まで覚えるのにどれぐらいかかってんだよみたいな、そういう、なんか、もうあの辺一緒くただね。石原なんとかとか、ああいうの全然わかんないね。それから、息子や娘が携帯電話を持ちたいと言い出して、ああ、そういう年か。それにまだ早いと言うと、そんなの遅れてるとか、お父さんの時代とは違うと返されて、ぶち切れる。あ、ぶち切れる。あ、そういう頃か。俺多分さ、そういう風に順当に、その俺、その、39歳ラインとか言ってると、まさに今、プレステ3を買ってくれって言われて顔面ぶん殴ってるんだけど、プレステ3買ってくれ、いくらだ、7万円ですみたいなこと言って、7万だみたいな、お前7万その辺掘って出てくんのかっていう話をすると思うんだよね。で、子供の頃プラモデルのちっちゃいプラモデルがこう4つこうパックにして300円のやつを基準の話を始めるから、まあ、しょうがないよな。まあ、最終的には鼻を折られて、お父さんごめんなさい、もう言わさせてる子供が前に、まあ、いる感じかな。まあな。